大山エンリコ・イサムさんいきましょうか。あ、あれ？よし。はい、では大山エンリコ・イサムさん、夜行運でいいんですかね、これは。神奈川県民ホールギャラリーですね。この海沿いに、立ってる県民ホールっていうのがありまして、その地下っていうかな、まあ地下だな、半地下から地下にかけてギャラリーがありまして、そこでの展示ですね。はい。あ、これ何ストラクチャーっていうんだったか忘れちゃったな。これね、なんかね、こういろんな手紙がですね、いっぱい貼ってあって、ですね、ここですね、ここにですね、彼のですね、代名詞のですね、ごめん、何ストラクチャーって言うんだっけ。なんとかストラクチャーペインティングって言うんだけど、まあ一応彼もストリート、グラフィティやってなかったんじゃないかと思うんだけど、僕。やってたのかもしれない。ごめんなさいね。でも、まあ、ストリートに影響を受けた、作家ですよね。で、本も2冊出してますね。ストリートアートについての。グラフィティおよびストリートアートについての本を2冊出してる方ですね。はい。で、彼も SFC 出身なんじゃなかったかな。SFC から芸大だったかな？違ったっけ？違ったっけな？ごめん、違ったらごめんなさいね。はい。で、まあまあ、こういうふうに、なんていうかな。もうちょっと後から見ようか。はい、まあまあこういうふうにね、いろんな手紙があって、その上に、彼の、まあサインが書いてあるっていうやつですね。こういう作品ですね。はい。で、これですね。まあこういうのが代名詞なんですね。だからこう、なんていうかな、この、こことここがこうねじれて一緒になってるみたいな。こういうことね。平面の中にこう立体があるみたいな、こういう、ペインティングを描いてる作家ですね。まあ、もともとはスプレーでやってたんだと思いますよ。クラブとかのね、ライブペインティングとかで、それこそ Q 君とかと一緒にやってたみたいですけどね、方向 Q ね、とかと一緒にやってたらしいですけどね。はい。まあ、そういう作家ですね。はい。これは多分ね、シルクスクリーンでやってんじゃないかなと僕思うんだけどね。なんていうかな、スプレーではないですね、これ。はい。スプレーではないですね。もともとはスプレーなんですよ。あ、それこそね、これ僕ね、これ原宿のジーンズでか、あ、これじゃねえわ。さっき紹介したメガネなんですけど、僕のメガネね。原宿のジーンズっていうね、メガネ屋さんありますよね。あそこに、壁画を描いてますね。これですね。このシリーズ。これで、そこは完全にスプレーで描いてます。はい。まあ、マスキングして、こう、スプレーで多分やるんだと思うんだけど。そういう作品です。これは多分シルクだと思うんだけどね、僕。うん、だと思います。スプレーではないですからね。まあそういう作品。あ、これはちょっとよく分かんなかったけど、まあなんかこう鉛筆で書いてあります。これはね、下にね、スピーカーがあって、で、これでまあ上にこうポン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 動いてるっていう作品ですね。で、これはタイヤっていうかな、ゴムっていうかな、これがこうバーッと重なってて、こう、まあ、ずれてるみたいな作品ですね。はい、で、まあ、ここがまあメインの会場っていうかね、メインの、どっちもブレてんの。はい、メインのスペースなんですけど、まあ、こう、丸い円がね、こう、ギューンって手で描くの。これ、でもこれ綺麗すぎるから手で描いてないな。まあ円ですね。円がこうやってあって、まあスプレーなんだろうね、多分。のこう塗料が垂れてるっていうシリーズ。まあ彼今アメリカにいまして、まあそうね。これまあ、これもさっきのストラクチャーなんだけど、まあそれをこう展示してるんです。で、こう前にピアノがありまして、で、このなんか液体がキューッと垂れてるっていう作品ですね。はい。ここはこういうふうにこう、なんか溜まってるでしょ。これならどうやって溜まったのかちょっとわかんないけど、これ乾いてるようには見えなかったんですよ。だから、何なんだろうな。でもね、どんな液体でも普通乾くはずなんだけど、ちょっとこれどうやってるのかわかんなかった。特殊な塗料を使ってるのかもしれない。で、これはスプレーのはずなんで、特殊な塗料を多分入れてるんでしょう。スプレー缶の中に。多分ね。
で結構高い位置にこう吊ってあって、そこからこうピューと垂れてるみたいな、そういう作品ですね。でもこれあんまり垂れてないから、やっぱりこれ下に後から付け足してんだな、きっとな。多分そう、こんなに垂れるはずないからね、この垂れくらいで。こんだけしか垂れてないからね。これは紙ですね。こういう作品です。ね。これなんか高いところに、これ相当でかい紙なんですけどね。かなり高いと。これ身長より高いですよ。身長、この時点かね。ここがもう身長より高い。っていう時点の、高いところにこう展示してあるっていう作品ですね。吊ってあったりするんですね。まあまあかなりでかいスペースにこうやって置いてある。これ映像作品、こうなんかバババババって、これちょっとディテールを撮ってるのかな僕。まあこれだからマスキングした跡がこう残ってる、白いのがこう下に出てるでしょ、ここね。まあそういう作品です。あ、これジーンズね。はいはい、これメガネ屋のジーンズね。これの方が僕いいと思うんだけど 神奈川での展示より、でもね、そうだ、僕ね、ジーンズの人にね、だ僕これの写真撮ってるわけ。そしたらジーンズの、店員さんね、店員さんが「かっこいいですよねこれ」って言ってきた。で、神奈川のでも展示してましたよねって言ってて、おおすごいなと思って、あ、そんなところまでちゃんと知ってるんだなと思って、本当に好きなんだなと思って、そういうのって嬉しいですよね。なんていうかな、やっぱりいいなって思いましたね。こういうところで知って、自分のお店で知ってね、で神奈川でね、エンリコさんがね展示してるっていうのを知ってさ、見てるっていう、まあ見に行ったかどうか、でも見に行ってるっぽかったな、話ぶりは。なんかすごいいいなと思いました。ということですね。ただね、僕ね、やっぱね、僕この昔の方が僕はいいと思ってる。彼はね、こういうのとかすごくいいじゃん。これとかすごくいいじゃない？これ。やっぱりそのグラフィティっていうものを、のライターっていうことですよね。ライティングっていうことは、やっぱりこういうところに現れるんじゃないかなと思うんだよね。そのライティングの、身体性みたいなものがね。で、やっぱりニューヨークに行って彼多分悩んでるんじゃないかなっていうか、いう気はするんですよ。で、その演奏ですよね、その円ね、この円を描くって、まあ、禅でね、たくさんあるわけですよね。で、僕、仏教思想も好きなので、ダルマさんとかもね、もちろん大好きなわけですけど、まあ、円描きますよね、禅僧っていうのは。まあ、空の思想、無の思想っていうかね。でも、やっぱそれ、これはな、ちょっと、ニューヨークに合わせすぎかなっていう感じをしましたね。期待に応えすぎなんじゃないかなっていう感じがちょっとしたんですよね。で、例えばそのピアノをね、こう前にこういうふうにね、置いた、グランドピアノを置いたりしてるんだけど、ちょっとこれ僕グランドピアノ置いてる理由がもう、よくわからなかった。思わせぶりではあるんだけど、ちょっと思わせぶりなだけじゃないっていう感じがどうしてもしてしまいましたね。で、やっぱりそこはちょっとね、気になりました。だし、ちょっと作品数も少ないんですよ、やや。かなりでかいスペースなんで、ここ。で、やっぱりインスタレーションを組むっていうことについては、あんまり上手い作家じゃないんだろうなとは思いましたね。まあ、そりゃそうです。そりゃそうだよね。グラフィティってインスタレーションを組むものじゃないからね。やっぱそこについては、もっとこう、なんていうかな、大胆にお金を使ってもよかったのかなっていう気はしたんですよね。で、物量で攻めるっていうかね。結構だってグラフィティってそもそもあれはなんかたくさんの人が書いてるからだけど、ものすごい物量があるわけですよね。やっぱそれ自体がね、まあ、そのライティングどん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 重ねられていくっていう意味でもね、他の人にね消されていくっていうかね、っていう意味でも物量があって、すごい層が厚いものでなわけですよね。で、それ自体を彼はコンセプトにしてるわけだけど、でもまあそれを一人でやるときにはさ、やっぱりインスタレーションのレイヤーっていうかね、を重ねていくっていうことがやっぱり必要だったのかなっていう感じはしました。せっかく大きいところでやるんだから、もっとこう、どんどん重ねていくっていうことが、さっきのね、この黒いやつね、こういう重ね方っていうかさ、その文字通り重ねてるっていうさ、いうことじゃなくてね、こういうことね、これそういうことじゃないんだよなっていう感じがしたんだよね僕。
だからもっとこのメインのね、一番広い部屋でその重なりみたいなもの、なんとかストラクチャーペインティングをのこの重なりっていうものをコンセプトとして、見えたら面白かったのになーっていうふうに思いましたね。だからなんかもっとこう面の皮厚くね、ニューヨークでやっていいんじゃないかなっていう気はしましたよ。ね。まあでもね、どっちにしてもね、まあ面白い作品であることは間違いないと思うんでね。またね、日本でもニューヨークでもね、見る機会があればと思います。はい、以上になります。大山エンリコ勇さんの夜行運、神奈川県民ホールギャラリーでした。ありがとうございました。はい、では皆さん、いいね、親指チャンネル登録お願いいたします。はい、さてさて、